2024年3月12日福岡高裁は特定危険指定暴力団工藤会の総裁野村悟被告に対し一審の死刑判決を破棄し無期懲役の判決を言い渡しました。死刑か無期かそれとも無罪か。野村被告が逮捕された頂上作戦から10年、審理は最高裁へと進みます。一般市民の襲撃も厭わず最強の暴力団として北九州の町に君臨した工藤会。この組織がいかにして生まれ拡大し、そして組織のトップが全国中止の極刑をめぐる法廷で裁かれるに至ったのか。 TNC に残る膨大な映像を紐解きながらその歴史を振り返ります。これは1977年5月北九州市小倉北区の港で撮影された映像です。雨の中、港には大勢の暴力団員が集まり、再び小倉の町に戻ってきたある人物を出迎えています。この日、10年の刑期を終え高知刑務所から出所した草野孝明氏です。草野氏は北九州地区最大の暴力団工藤源治会長を率いる初代工藤会の元ナンバー2。1963年対立していた山口組傘下の組員2人を殺害したいわゆる紫川事件で逮捕され、その後工藤会を脱退していました。ずーっと待ち望んだわけ、草野さんも帰ってくるの、草野さんがね、帰ってくるときはね、みんな言うとね、あの小倉の町が変わるぞと。草野氏のもとにはかつての配下などおよそ80人が集結。草野氏は配下たちと共に新組織草野一家を立ち上げ、総長の座に就きました。その翌年、草野総長は工藤会と反目していた田川市の大衆会太田邦治会長と義兄弟の杯を交わしたほか、仲間市でグレン隊を率いていた溝下秀夫氏を配下に収めるなど勢力を拡大しました。さらに草野一家は工藤会に不満を抱く勢力などを次々に吸収し、瞬く間に組員の数は180人に膨れ上がりました。これに危機感を覚えたのが工藤会の大幹部、初代田中組の田中慎太郎組長です。田中組は草野氏が工藤会を脱退した後勢力を伸ばした新興組織、小倉北区を拠点に戸畑、若松、能方に傘下を持ち、豊富な資金と統制された100人を超える組員の数に物を言わせ、小倉の裏社会に君臨していました。その頃はもう田中組がもう一世風靡しとったわけよ、僕らの町を。そうじゃなあとはもう田中慎太郎の運用一緒に伝わっとる。若い人もスーツ着とる、黒のスーツ着て大門つけて、ドアの裏にも表にももう立っとる、あなたの君じゃ変わりなんだ。すごいなく銀冠コンチネンタルかの人から聞いた話ではそう悪い印象はなかった。というのはヤクザの世界ではとんでもない男で、みたいな話、それは良きいいか悪いか別としてね、だけど
警察官の仲間から聞いた中では田中慎太郎が警察に捕まって留置場なんかに入っても看守さんの言うことをはいちょっと素直に聞いて、うん、そして他の坊の者が騒ぎよったら静かにしろというようなことを言いよったと、そういう一面もある男ということを聞いとったから、うん、田中慎太郎じゃ大したもんやなと、うん、彼よりも先輩の組長はたくさんおったはずやけど、やっぱりあの実行力とか統率力とか、うん、そういうのを考えるともう抜けてきたんじゃないですかね。やっぱあのカリスマなる親分がおるところの若いもんはやっぱ動きが違いますもんね、うんうん、行き当たりばったりに喧嘩するような人間はたくさんどこの組もおるんですよ、うん、それを組織として動ききる人間がおるっていうのは強いですよね、うんうん、草野総長の帰還で勃発した新旧暴力団勢力の対立。そうした中、草野総長はかつて敵対していた山口組に接近しました。1979年12月21日、福岡市に拠点を構える山口組、伊豆組、伊豆賢治組長と五分の兄弟杯を交わしたのです。これを受け、反山口組を掲げる工藤会、特に田中組と草野一家の緊張状態は最高潮に達しました。そして事件は起きました。工藤会、田中組組長、田中慎太郎、新しい太郎です。年齢39歳、拳銃は頭部に一発、腹部に一発、右肩から胸に一発、三発が命中して即死の状態。草野総長と伊豆組長との兄弟杯から2日後の1979年12月23日、工藤会田中組の田中慎太郎組長が溝下氏率いる草野一家極征会によって射殺される事件が発生しました。工藤会の最高幹部を殺害した草野一家、これを契機に両者は大きな抗争に突入しました。あんま近くにそういう人いてほしくないですね。危ないでしょう。私そんなにしたかったらね、いやもう山中どっかでもうどんじゃがばんじゃがやってもらいたいよ。本当にもう山かどっか行って。現在北九州市にある暴力団は42団体640人です。これがそれぞれ山口組系と反山口組系とに分かれて抗争事件を繰り返しており、おととい未明の抗争事件では工藤会の工藤源次会長に次ぐナンバー2と言われた八坂組長と、草野一家の中でも一番攻撃的と言われる大東亜会の佐古野会長をそれぞれ失っており、両派の争いは次第にエスカレートしております。工藤会と草野一家の抗争の影響は筑豊にも飛び火しました。一時鳴りを潜めていました筑豊地区の暴力団同士の抗争事件が、昨夜また、ほろ酔い加減の水客でにぎわう筑豊一の歓楽街で火を吹きました。草野一家、草野総長の弟分、太田邦治会長を率いる大衆会は筑豊地区完全制覇に乗り出し、工藤会と関係があった九州共有連合会と激突しました。
そこの前は、私たちが言いたい。ガラスですね。ガラスもみんなわしもじゃん。全部わしもじゃん。ちゃんと買うの。その時は中には何もおらないんだ。3段落ち込まれたからみんなかわしてバーン。あこっちはどこですかね。あ、ちょっと指さしてみましょう。これこれ。これはそのですね、佐野一家がまあ大衆とあれしてたんです。それでそういう一つのまあ戦略的にですね。大体私に言われたら、この草の町とか出てきたから、この福岡県がですね、戦国時代に入ったと。そうですね。はい、この人が出てきたら、なんもこういうようなことあんまりあっとなんと。僕はその、まあ、草野組長自身はですね、そう、まあ、まあ、このままもだけど、できた人取り巻きがね、非常になんか担ぎ上げてね、やっとるような風も感じられるんですけど。それはその正解だ。草野面白かった。草野氏の出生期に起きた暴力地図をめぐる混乱。草野一家は勢力を増し、工藤会を圧倒していきました。まあ、工藤会はもちろん田中組があったから、まあ一応あったけど、うん、もう終わっとったね。終わっとった。田中慎太郎はこれで終わっとったね。終わっとった。組織を引っ張っていく人間がもういないという。そう、そういうことやけどね。いや、終わっとったね。もう完全に終わっとった。やっぱり、あの世界はカリスマがおらんことになると流れがぐらっと変わってしまうから、押された状態で親分を取られて、強い意見を持った上がおらんやったってことでしょう。工藤会と草野一家の抗争勃発からおよそ1年、双方合わせて3人の死者を出した争いは、関東の稲川会などが仲裁に入り、ようやく収まりました。抗争終結後、溝下氏は工藤会田中組田中慎太郎組長を射殺した功績を買われ、草野一家ナンバー2の若頭に就任しました。草野一家には佐古の茂吉って、頭をしよった男がおったのね。この男は死ぬような男じゃなかったし、この男も強かったの。溝下に対して、おい溝下って呼び寄った男やけん。それが小倉の町で工藤会の八坂理事長たちと出会い頭に喧嘩をして、拳銃発砲でお互いが死んだわけよね。で、この時溝下は刑務所に乗ったよ。で、帰ってきた時に頭が欠けて、誰が見てもあとは溝下という形が出来上がってしまった、そこで。じゃあその死んでなかったら溝下絶対頭にはなってない。どういったところがその優れていた人物なんですか。よその組長たちに聞いたら、あの溝下組はしっかりした若い者がいっぱいいますもんねって、あそこは、というようなことは言おったですね。だからあの世界で評価される若いもんが溝下の下に何人もたくさんついとったということで、まあ、本人の立ち振る舞いがだんだん組織の中で注目されて評価されていったんじゃないですかね。一方、トップを射殺された工藤会田中組、空いたままになっていた二代目組長の座を木村清澄氏が継承しました。木村組長は長年配下だった人物を田中組若頭に抜擢しました。それが後の特定危険指定暴力団五代目工藤会総裁、野村悟被告でした。野村被告は北九州市小倉北区出身。父親は周辺に多くの土地を持つ資産家でした。10代から非行に走り、少年院へ出入りを繰り返していた野村被告は、23歳の時、工藤源治会長を率いる工藤会に加入。その後、組織で順調に出世していきました。その出世するその力っていうのは何かあったんですか？喧嘩が強いとかですね。喧嘩とかそんなんじゃない。
まあ金かな、金の力しかないかな。でも地主の子やけ、地主はもう土地いっぱい持ってるし、結局金があるとどんなしのぎもできるわ、いろいろしのぎが、しのぎができん、わらかについてもらわんよ、お買い物。野村悟総裁はですね、やはり私は運がいいと思うんです。どうしてですか。野村総裁の場合はですね、49年にいくつかの事件で逮捕されて、それで結果的にまあ5年長所服役したんですけども、それがちょうど出所する数ヶ月前に田中慎太郎組長が殺されたんですよね。でその後に野村総裁出てきた。結構暴力団員というのは事件を起こして懲役行く、まあ、社会不在になることが多いんですけど、野村総裁の、まあ、ある意味すごいところは、ちょうど工藤会の大きな変革の時期にですね、そういう時に常に茶場にいて、しかも重要なポストにいた。二代目田中組の若頭になった野村被告は、豊富な資金をバックに賭博場を運営、巨額の利益を上げていたといいます。そして暴力にも長けていました。1982年10月、野村被告の自宅のそばに組事務所を作った草の一家系組織に配下たちが殴り込み、拳銃を乱射する事件を起こしました。抗争終結後、勢力を伸ばす草の一家に対しても決して引かなかった野村被告。二代目田中組内部では、好戦的な野村被告と穏健派の木村組長との間に運営方針をめぐる確執が起きていたといいます。いや、結局田中組長殺されました。 日にちが経って木村が組長になりました。でそれはあと抗争事件起きてないわけだから、田中組の中にそれを不満持っとったやつがおるんじゃないかな、崇拝してる連中から見れば、そして1985年8月、野村被告側についた工藤会工藤源次会長は、木村組長を金儲けに走り極道としての本分を全うしていないとの理由で組織から追放しました。ブルーの上着を着た男性がね、ピストルのようなものを持って追っかけるような形でバンバンと動作しながら行きました。木村組長の追放後、工藤会では野村被告を支持しなかった組関係者が相次いで襲われる事件が起きました。そして1986年5月、三代目田中組の組長を継承した野村被告は、草の一家ナンバー2で田中組組長を射殺した極征会を率いる溝下秀夫氏と義兄弟の杯を交わしました。野村被告が溝下氏と杯を交わした理由、それは溝下氏が進める計画のためだったと元捜査員は話します。その座を追われたのが溝下が親分になるためです。工藤会と草の一家が合同になると、北九州を一つにまとめて自分がトップになるためです。もう野村を自分の配下に掴んことにはまとまらんでしょ、それが溝下という男からすれば、町の下も抗争事件で妙な迷惑もかからんし、ヤクザも抗争事件を起こさんでいいと、よそには出る必要ないと、よそも出さないと、簡単にできんやろうと言うたような気がするんですね。向こうは何か言いました？いやいや、それはもう何度どうやったらどうかすると、もう絶対それを実現させたいというようなことは言ってましたよね。
北九州地区の暴力団をまとめ上げてそのトップに座る。次期草野一家総長と目される溝下氏の野望達成のため、野村被告は力を貸しました。そして野村被告は溝下氏に絶対忠誠を誓ったのです。溝下に対してね、自分の親分が殺された立場の男がついてきよるわけやから、大丈夫かということは聞いたんですよね。いや、野村はね、もう私は田中組の直接の組員じゃないですと、だから田中組長は親じゃありませんと、ついていきますということを信じとると、野村もそれ分かったと思うよ。絶対自分は勝てんということも分かっただろうし、溝下に中途半端に適当なことを言うて、私はあんたについていきますというような嘘をついきよったら、やられるということは分かっとるはずやけん、何が一番溝下秀夫は強かったのか。意地っ張りですよね。自分が小さく見られるのが嫌っちゅうか、男として舐められたくないというか、そういう生き方があったじゃないですかね。でそれを自分で納得できん限りは、どんな目に遭わされても抵抗するというか突っ張っていくというか、なんかそういう意地っ張りなとこがあったような気がするんですね。暴力団員2人が拳銃で撃たれて死傷した草野一家本部事務所前の現場です。上原会長は腕や腹などに6発弾を受けており3時間後に死亡。一方犯人の2人の組員は犯行後小倉北署に拳銃3丁を持って出頭したところを殺人などの疑いで逮捕されました。今回の射殺事件は草野孝明総長が病気療養中による草野一家内での極政会と上原会のポスト争いと見られています。野村被告と溝下氏が義兄弟の杯を交わした後、北九州地区では溝下氏の計画の障害になる有力組長が相次いで殺害される事件が起きました。殺害を実行したのは溝下氏率いる極政会と野村被告率いる田中組でした。でもやっぱその自分の夢の実現には邪魔だった感じなんですかね。邪魔だっただろうし、やらなきゃやられるという危機感もあっただろうし、この上原会長長男は田中慎太郎を2度も3度も狙った男ですもんね、やっぱその男もそういう実行力のある若手も抱えとる男やし、自分がやらなければやられるという、切羽詰まったものがあったじゃないですかね。なるほど。強烈な上昇志向で北九州地区を掌握していく溝下氏、野村被告はその力を間近で見ていました。一連の抗争事件に対して強い姿勢で臨むと公言した福岡県警は、昨日の伊豆組に続き今日は久留米市の同人会本部など実に700人を動員して捜索しました。今日の捜索は殺人未遂などの疑いで十数通の令状を用意し行ったもので、同人会本部など12カ所の組事務所にいた組員89人全員を任意同行して発砲事件との関わりを調べ、3人を競技準備集合などの疑いで逮捕しました。また金属探知機やセンサーなども利用して凶器などの発見に全力を挙げましたが、拳銃などは見つかりませんでした。抗争はまだ終結させんとですか。1986年7月、久留米市の同人会と山口組系組織の抗争が勃発。福
岡など4県で77件の抗争事件が起きました。溝下氏はこの争いを止めるため奔走したといいます。工藤会長と草野の総長の意向を受けて、やっぱり現実に走り回って両方の親分たちを説得して手打ちに持ち込んだのは溝下だと思いますよ。死者9人、負傷者16人を出した山口組と同人会の大抗争は1987年2月に終止符が打たれました。普段は閑静な山あいにありますこの料亭に100人余りの暴力団組員が集まり、騒然とした雰囲気の中で手打ち式が行われました。この手打ち式は北九州市の中立系の暴力団組長の仲介で行われたもので、抗争を続けていた山口組系伊豆組の伊豆健二組長と同人会の古賀磯次会長をはじめ、九州一円や東京などからおよそ35団体の組長ら100人余りが集まりました。出席していた関係者の話では、五分の条件で和解の手打ちが行われたということです。やっぱ溝下秀夫じゃないとできなかったことなんですかと思うんですね。他のものやったら伊豆の組長もそういう理由がつけられんやったじゃないですか。この溝下はこいつは大きくなるなというふうに思ったということは伊豆の組長も言ってましたから、溝下が来てくれてこの男の目を摘んだらいかんというようなことも私に言いましたからね、うん、相手は男を挙げたということになるんじゃないですか、うん、そして1987年の夏、溝下氏の計画通り北九州地区の暴力団は一つにまとまりました。しかし暴力団同士の抗争に使われた銃はこの後市民に向けられることになります。連日街は震え上がっている。最も卑劣な手段を使う暴力団の姿がまた浮かび上がった。